は、あみです。今日はリクエストをいただいていたオランダ移住の具体的な方法をお話ししたいと思います。私は夫と2人でオランダに移住したんですけど、どうやってビザを取得したかについてお伝えしたいと思います。私たちは2019年の1月にオランダに移住をしました。その頃はコロナの影響も全く受けなかったことや、ビザのシステムは毎年変わるので、この動画は参考にしていただいて、新しい情報はご自身で調べていただけたらと思います。じゃあまず私たちのバックグラウンドというか、簡単な自己紹介をしたいと思います。私たちは日本国籍保有の日本人同士の夫婦です。オランダと日本は1912年に通商航海条約というのを締結していて、それによって日本の国籍保有者が移住、オランダ移住がしやすくなっています。で、日本にいた時の仕事なんですけど、私は以前の動画でオランダ移住をしたきっかけと、あと自己紹介の動画っていうのをアップしていて、そこで詳しく説明をしているんですけれども、簡単に言うと、個人事業主でカフェと雑貨屋を経営していて、あとウェブと紙のデザインをしていました。で、夫は個人事業主としてウェブ開発の仕事をしていて、で、日本にいる時からリモートで在宅で仕事をしていました。で、ビザの種類はいろいろあるんですけれども、私たちの場合は夫が個人事業主ビザを取得して、で、私がパートナービザを取得するのが一番いい方法かなと思って準備をして手続きをしました。はい、それではまずビザ取得までのざっくりとした流れをお話ししたいと思います。今日のこの動画が第1回目として、第2回目にお話ししようと思っているのが日本での準備です。日本にいる間にビザ取得のための書類やお金を準備します。で、第3回目がオランダに到着してからビザの仮申請までをお話しします。日本で準備してきた書類を持って在オランダ日本大使館、外務省、移民局などに行って仮申請までの手続きをします。第4回目はオランダ到着後から並行して行えることになるんですけれども、家探しです。家探しをしてから住所をゲットするまでをお話しします。で、第5回目が、住民登録と事業登録です。住所をゲットしたら市役所に行って住民登録をします。で、住民登録ができたら商工会議所に行って事業登録をします。第6回目はついにビザゲットまでをお話しします。住民登録と事業登録ができたら再度移民局に行って追加で書類を提出します。それで申請が完了なんですけど、申請が通ったらビザをゲットすることができます。初回は2年間のビザを取得することができます。ビザを実際に取得するまでは、約2ヶ月から3ヶ月ぐらいかかると言われています。で、私たちの場合は書類の不備などはなかったんですけど、なぜか9ヶ月もかかってしまいました。で、その間は仮滞在許可になるんですけれども、3ヶ月しか取れないので、2回仮滞在を延ばしてもらって、なんとかビザを取ることができました。はい、その9ヶ月の間は保険とかにも入れないので、結構不安な時期でした。はい、私たちは最初から最後まで自分たちで全部やったんですけれども、移住サポート、ビザサポートをされている方もオランダにたくさんいらっしゃるので、時間の節約にもなりますし、そういうサポートを利用するのもいいかなと思います。はい、はい、では次にどういう条件が揃えばオランダの個人事業主ビザが取れるかをお話ししたいと思います。まず日本国籍の保有者であることと、犯罪歴や不法滞在歴がないことです。オランダで個人事業主として起業できるお仕事なんですけど、飲食店、美容院、あとは夫や私がやっているような IT 関連の職業があります。はい、ほとんどの職業が当てはまるかなと思います。はい、個人事業主としてオランダの会社、オランダの企業 とフリーランス契約を結ぶっていうのが一
一番かと思うんですけれども、オランダの会社や企業から仕事を受けて収入を得る必要は必ずしもなくて、こっちもそうなんですけど、日本の会社から仕事を受けて、でリモートで働くという方法があります。その場合、日本の会社との契約形態は正社員、契約社員、アルバイトっていう雇用形態ではなくて、業務委託や請負っていう形になります。あとは必要となるお金の話です。まず資本金が4500ユーロ必要になります。これはオランダの銀行に預けておくお金ということで、取られてしまうお金ではなくて、自分で使うことができる、返ってくるというか、銀行に預けておくだけの、お金です。それ以外でかかるのがビザの申請料です。ビザの申請料は大体なんですけれども、個人事業主ビザが約1300ユーロで、パートナービザが約250ユーロとなってます。あと他に必要になるのが、まずすぐ家を借りなければいけないんですけれども、その家を借りるときに最初にデポジットを払います。デポジットは退去時に汚れとかがなければ全部戻ってくるお金なので、日本でいう敷金のような感じです。はい。でそれが大体1ヶ月から多いと半年ぐらいになります。で半年っていうことはあまりなくて、大体1、2ヶ月ぐらいが多いです。でオランダの家賃なんですけれども、どの市に住むかとか、あと中心から近いとか離れているとか、あとはお家の広さによっても家賃は変わってくると思うんですけれども、だいたい1ヶ月1000から1500ユーロ見ていただければと思います。はい。あとはその家が決まるまでの仮滞在する場所の家賃ですね。ホテルでもいいですし、私たちは Airbnb っていう民泊のようなもので滞在をしていました。その時は大家さんが住んでいるお家の個室を借りるっていう感じだったんですけれども、シェアすれば結構お安く済みますし、まるまる貸し切りっていう感じだと、普通の家賃1ヶ月分ぐらいを考えておいたらいいかなと思います。あとは滞在中の食費、生活費なんですけど、私たちはだいたい2人で、500ユーロぐらいです。あとは日本からの飛行機のチケット代ですね。チケット代は時期によっても値段が違いますし、あとはクラスとか変えると値段も高くなりますが、私たちはその2019年の1月で、結構1月は安いんですけど、1人だいたい9万円ぐらいでした。今の資本金とかビザ申請費と、あとそのお家に関係する細々を合わせると、だいたい今お話ししたので150万ぐらいになります。今ので150万なので、200万とかそれ以上あるとちょっと余裕があるかなと思います。ということで、今日はオランダへの移住方法についての動画の第1回目でした。今日はざっくりと流れを説明したのと、あと、どういう条件でビザが取得できるかっていうのをお話しさせていただきました。次回からその具体的な方法について掘り下げてお話をしていきたいと思います。はい。じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。また。